こんにちは、バーン編集長広瀬和夫です。バーン7月号表紙関東特集はミスタービッグです。7月に最後の来日を果たすというミスタービッグのメンバー、エリック・マーティン、ポール・ギルバート、リリー・シーン3人それぞれにインタビューを取ってます。独占インタビュー、これね、うちは、マネージャーに直接コンタクト取って直接やってますので、今レコード会社ないんですよね、ミスタービッグ。ということで、うちはですね、独占、本当の独占インタビューを取ってます。ちなみにですね、ミスタービッグに関しては7月にですね、炎で丸ごと一冊大特集というのもやりますんで、そちらもお楽しみに。そちらにもエリック・マーティンの超超超ロングインタビューが載ります。もう2時間喋ってまだセカンドアルバムっていうね、そういう感じです。はい、そしてデフレパード、オーケストラとの共演アルバムを作ったデフレパードの独占インタビュー、フィル・コリン、そして、これフィル・コリン、そしてジョー・エリオット2人別々の独占インタビューです。ジョー・エリオットね。そしてですね、ハロウィンが、地元ハンブルクに凱旋して行ったコンサートの模様独占リポート、これはですね、ハロウィン今年来ますからね、ぜひこれを見て予習してください。そしてですね、メタリカ大特集、はい、ツアーの初日、まあ、初日というか、2日間ペアで、カップルでじゃないですね、ペアで一つの公演とみなされる今回のツアー、増田雄一さんが2公演見て、独占リポートしています。そしてですね、増田さんのリポート、まあ写真もたっぷりなんですが、さらに先月号ではラーズ・ウルリヒと、ロバート・トゥルヒーヨのインタビューでしたが、今月号はジェームズ・ヘッドフィールド、ね、インタビュー、載っています。そしてカーク・ハメットのインタビューも載っていますというですね、目玉が多いバーン7月号、絶賛発売中です。よろしく。そしてですね、伊藤清則の遺言書籍化第4弾が6月12日に発売です。これね、今回も読み応えがバッチリですね。ぜひ読んでください。ちなみに版編集部からは、ガールズメタルのメタリオンの最新号、そして、バーンクラシックス、アイアンメイデン他のインタビューが載っているバーンクラシックス、これらも発売中です。それらもぜひよろしくお願いします。